こんにちは。日本ユニセフ協会大使の長谷部誠です。前回の子供と20キロお散歩チャレンジにたくさんの応援そして寄付をどうもありがとうございました。おかげさまで無事20キロ達成することができました。ホームスタジアムのコメルツバンクアレーナに行ったり、動物園に行ったりと、親子の時間を、とても楽しむことができました。さてこのフレンドネーションのチャレンジもいよいよ第3弾になりました。第1弾ではいろんな国の名前を言いながらリフティングにチャレンジし、第2弾では子供と一緒に20キロ散歩することにチャレンジしました。第3弾はすでに多くの方がチャレンジしているランフォーユニセフに僕も参加をしようと思います。これはチャリティーランナーとして走るチャレンジを通じて寄付という応援を募るものです。というわけで僕はランフォーユニセフのチャレンジとして、この2019-20シーズン、ブンデスリーガの試合で僕が子供の頃サッカー選手になる夢を見ながら生活していた藤枝市から、そしてそのサッカー選手になる夢を叶えた埼玉スタジアムまでの距離222キロを走り抜くことにチャレンジしたいなと思います。ただどの試合も勝利を目指してチームのために、走っているので、もし足りなかった場合はオフの自主トレで、走って達成したいなと思います。チャレンジ実施期間中は僕のプロジェクトのページにどのくらい距離が進んだか投稿していきたいと思っているので、ぜひ皆さん見に来てください。